両選手がリングに上がりました。ここで両選手のプロフィールを確認しておきたいと思います。その辺の方いつものように小泉さんよろしくお願いします。まずはチャンピオンのロナルド・ライトからご覧いただきましょう。まあ、アメリカフロリダ州のセントピータースバーグ出身ですね。年齢は26歳、成績がですね38戦37勝22KO1敗なんですね。アマチュア時代の成績が56勝4敗なんです。まあ、92年にですね、日本にもおなじみのフリオ・セサル・バスケスを持つ WBA のジュニアミドル級タイトルに挑戦したんですけど、この時は5度ダウンを食ってですね判定負けしたんですね、はい、これが唯一の1敗なんです。で96年の5月ですね、ブロンコ・マッカートにその判定が2対1だったんですけれど、これで勝ちまして世界 WBO のジュニアミドル級タイトル獲得して、これを2度防衛してますね。この2度ともがその英国でのタイトルマッチなんですね、はいはい、さあ続きまして挑戦者です。こちらはですねアマチュア時代の戦績がなんと168勝4敗なんですね、はあ、まあガイアナ出身でイギリスへ移住してきた選手なんです。だからユニークなことに88年のソウルオリンピックはガイアナ代表で出てて、92年のバルセロナオリンピックではイギリス代表で出てるんですね。で93年にまあプロデビュー、まあ、戦績はですねプロの戦績は18戦全勝 14KO なんですけれど、まあ、両方ともサウスポーなんですけれどね、ドンカリに勝ってもう皆さんご存知のロイド・ハニガン、はい、まあ、カンバック路線を組んでたロイド・ハニガンに3ラウンド TKO 勝ちですね。でまあ、その後ですね、ヒューズ・ディグノートにですね4ラウンド TKO 勝ちしてですね、クイーンの WBO インターコンティネンタルジュニアミドル級タイトルを獲得してるんですね。このインターコンティネンタルタイトルは3度防衛してます、まあ、体にパワーがあるサウスポーです。そうですか。ランキングは1位、指名試合です。挑戦者エイドリアン・ドットソンは無敗を誇ります。どんな試合になるんでしょうか。早速ご覧いただきましょう。Ladies and gentlemen, this contest is conducted in sanction under the rules of the WBO. The President, Francesco Marcel, and the officials at ringside, the supervisor appointed for this contest by the World Boxing Organization, is Mr. Gene Glenn of Ohio in the USA, the British Immortal Control Steward, Mr. Nipper Reed of QPM, the President of the British Boxing Board of Control, the timekeeper, Mr. Michael McCann from London, and our judges at ringside for this contest, Mr. Harry Davis of Ontario, Canada, Mr. Manuel Martixar from Lyon, Spain, and Mr. Paul Thomas of Derby, England. And the referee in charge of this contest from Los Angeles, Mr. Lou Moretz. Referee は Lou Moretz です。有名ですね。まだちょっと時差があるような顔してますね。聞こえたようですね。はい、苦笑いしてます。19戦目、世界初挑戦です。挑戦者エイドリアン・ドットソン。3度目の防衛戦、ロナルド・ライト。こちらは39戦目になります。 WBO 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ12回戦、イギリスはロンドンアリーナで行われます。さあ小泉さん、どの辺に注目されてこれはご覧いただけますか。このチャンピオンですね、私去年の5月イギリス行って見たんですね、はい、まあ、ハメドのセミファイナル出てたんですけれど、はい、
まあサウスポーなんですけど非常に右のジャブがいいんですね、普通サウスポーで左ストレートが得意、右フックが得意って言いますけど、この選手本当にジャブがいいんですね。まあだからこのジャブをかいくぐってですね、この挑戦者、まあ派手なトランクス、今後ろ側向いているこのドドソンですね、その強打をその浴びせることができるかどうかですね。サウスポー同士の対戦になりました。 WBO 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、試合が始まっています。トランクスの表示がもうすでに出ていますが、赤とこのシルバーロナルド・ライト、それから黒と白のトランクスがエイドリアン・ドットソン、挑戦者です。そして両者ともこのグリーンのグラブ、ここに落ちてきました。グリーンというのもなかなか珍しい色ですよね。そうですね、さすがジュニアミドルです。重たい音が飛び交います。入打していきます。チャンピオンロナルド・ライト、まあ最初から得意のジャブを出してますね、チャンピオンの方は。チャンピオンはこれが3度目の防衛戦になります。タイトルを取ったのが、おっと、まあ、プロフィールにもありました96年の5月17日になります。以来2度防衛に成功しました。3度目の防衛戦、よく上半身を動かしますドットソン。年齢では挑戦者が1つだけ上回ります。エイドリアン・ドットソン背中を見せています。コンビネーション軽く使います。この辺は全てブロッキング、ブロックしています。ロナルド・ライト、サイドを打ってきました。まあ、挑戦者のドドソンというのは英国期待の星ですね、はい、しかもホームタウンロンドンですから、このどうしても声援はドドソンに集まります。1万2000人の観衆飲み込みました、この大きな会場ロンドンアリーナ。18戦全勝無敗の挑戦者です。 14KO、 いい成績です。ホラーエルボーブロック、まあ、ロンドンのお客さんとしてはですね、挑戦者のライトにどんどん行ってほしいでしょうね。そうですよね、はい。まあ、そしてオリンピックに2度出てるというのは、これはね、人気がこの後出てくる要素がありますね。そうですね、まあ、左、はい、2度英国代表になったっていうんだったら分かりますけど、まあそのソウルオリンピックはガイアナ代表 です、ね、その後英国のアマチュアチャンピオンになって、はい、そしてバルセロナオリンピックは英国代表、面白いキャリアですよね、はい。左をかぶせてきました。まあ、レノックス・ルイスはね、一度だけだったんですが、その時には英国の代表としては出ることができませんで、出ることができないというのはカナダ代表で出たんですね。そうですね、ですからちょっとその人気の面で、ややもするといろいろと言われてしまいます。左を持ってきました。まあ、このラウンドチャンピオンやはりジャブ的確についてますね、はい。お互いに本当に小刻みに上半身を動かしました。ボディブロー、ボディブローも忘れていません。ロナルド・ライト、さあ第1ラウンドからかなり激しいパンチの交換がありましたが、どう見ましたか。まあ、第1ラウンドはですね、チャンピオンのライトのラウンドだと思いますね、はい。ライトの使い方が良かったですね。右の使い方ですね、はい。まずいつものようにですね、採点基準なんですけれど、はい、まず有効なクリーンヒット、これが大事ですね。次にその構成、そして防御技術、そしてペース支配ですね。そしてダウンが一度あった場合には10対8、ダウンが二度あった場合には10対7をつけますね、でその採点基準でですね、できるだけ10対10をつけないで、僅差のラウンドも10対9をその差をつけていこうというのが今の世界的な採点傾向です、はい。第1ラウンドはチャンピオンが取りました。チャンピオンロナルド・ライトは、まあ、先ほどリングアナウンサーも言っていましたニックネームウィンキーっていうんですね。そうですね、まあ、ウィンクスって言いますね、はい。それでウィンキーっていうのはですね、まあ、愛想のいいっていう意味なんですね。今はこんな愛想のない顔してますけど試合ですからね、まあ、子供の頃はですね、愛くるしくて、はい、それでお母さんからそのニックネームもらったらしいですね。ポパイにも、あれはウィンピーですね、はい、はい、失礼いたしました。チャンピオンロナルド・ライト第1ラウンドを取っています。第2ラウンドに入りました。 WBO 世界ジュニアミドル級タイトルマッチ12回戦英国はロンドンで行われています。これ見た感じパワー的には挑戦者のが上回っているように見えるんですが、そうですね、ただですね、はい、このチャンピオン非常にそのディフェンスが硬いですね、はい。
新庄は軽快なアウトボクシングを展開するというこのサウスポーのチャンピオンロナウド・ライト。ただ足を使って動き回るボクシングじゃないんですね、ともかく右をついて、そしてその自分のガードを固めてですね、相手のパンチを殺すっていうボクシングですね。あ、なるほどね。完全にこうボックスするんではなくて、離れて戦うんではなくて、あくまでもこのリードブローをまず主体にという、このロナウド・ライト、チャンピオンであります。一方のエイドリアン・ドッドソンはここまで見ても分かるように、グイグイいきます。おーっと飛び込んできます。これはグローブで叩きました。ショートレンジのこういった揉み合い的な打ち合いが非常に続いています。大きく右を振っていきます。チャンピオンのロナウド・ライト。両者の戦績から言いましても十分 KO は期待できそうな、そんな一戦になっています。 WBO 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ。おじぶろ、これはエルボーだったか。ブロックしてますね。ブロックしましたね、エルボーで。右をついていきました。ガードの間ですが、これは通すことができませんでした。本当によく出てます。この距離はですね、はい、挑戦者の距離なんですね、チャンピオンとしてはもう少し離れてですね、ジャブをつきたいですね、1ラウンド目のように。オジブロ左から打ち込んでいきます。頭がガンガン当たってくるような、そんな感じが見受けられます。たまに当たってるようです。実際にオジブロまた持っていきました。チャンピオンです。チャンピオンよくボディ打ってます。いや、挑戦者もそれは言えます。通りません。両者とも決定的ないいパンチをそこまでは入れることができません。前半で一つですけれど、はい、その挑戦者のですね、左のクロスですね、こめかみにいいのが当たったのありましたけどね、はい、第2ラウンド20秒切っています。ポジション変えます。見変えました。これもグローブに当たったようです。両者とも言えますが、チート顔面をカバーします。ちょっとレフリーの方見ました。チャンピオンです。何か不満があったんでしょうか。ここでゴングです。第2ラウンドを終えました。このラウンドお互いにパンチをですね、ブロックし合ってるんですけれど、あえて差をつけるとするとですね、構成はそのよりパワーのあるですね、挑戦者の方が取ってたように思いますね。本当は10対10つけたいぐらいのラウンドですけどね、あえて振り分けるんだったら、挑戦者ドドソンのポイントにしますね。そうですか。今日はこの試合をはじめ WBO の試合をお届け、するんですけれども、この第1試合は英国はロンドンで行われています。毎回言っているように、英国におきましてこの WBO の権威ではなかなかステータス的に高い肉を置かれているんですよね。そうなんですね、フランク・ウォレンプロモーター、これは英国のナンバーワンプロモーターですけれど、非常に積極的に WBO のタイトルマッチしてますね、そしてハメドっていうスターがいますし、だからそういうことでですね、WBO は一番英国でなんて言いますか、その勢力振るってますよね、その辺がこの第4の団体と当初はかなり言われてましたけれども、だんだん大きく規模を膨らましてきた要因にあるんでしょうね。勢力を伸ばしてきました。デラホーヤがですね、ジュニアライト、ライトを2階級制覇しましたね、でマルコ・アントニオ・バレラが人気を上げてきた、そしてハメドが出てきたということでですね、常に何らかのスターが出てるんですね、人気者、実力者を抱えるようになりました、この WBO。ライト、それからドットソン、この2人が今日はジュニアミドルのタイトルを争っています。チャンピオンはロナウド・ライト、3度目の防衛戦。怖い左の打ち下ろしですが、これは当たりませんでした。返す右がガードの上にヒットしています。あれがクリーンヒットすると顎の先端に当たるんですね、ああいう打ち下ろし その利き腕のパンチっていうのは怖いんですよね、状態を揺さぶっています。ちょっと利きを刺したんでしょう、ドットソン。ボディブロー、これもエルボーです。かなりこの3ラウンドあたり、打ち合いはずっと続いてるんですが、強いパンチが交換かなり始まってます。そうですね、危機だと思ったのか、危機迫る表情でドットソン、ドットソン追いかけてますね、大きく振ります。ちょうど3ラウンドの半ばです。頭を下げて入っていくドットソン、
タイプ的にケルトヒターですのでぐいぐい前に押していきます。今手巻きましたよ、はい、ああいうところちょっとなかなかずるいテクニックを見せましたね。イギリスのボクシングというのはどうなんですか、テクニック傾向にあるんですか、それともこうファイター傾向にあるんですか。昔は英国型のアップライトスタイルの選手というのが多くてですね、まあ、関光則さん、ビセンテ・サルディバルと戦ったハワード・ウィンストンなんか典型的なアップライトスタイルだったんですけどね、うん、ところがですね、デッドボーイ・グリーンとかですね、はい、そういうやっぱり打っていかないとアメリカの選手に勝てないんですよね、世界チャンピオンになれない、だからパワーアップしてきてファイターが増えてきてますよね。まあ、近代ボクシング発祥の地ですからね、英国イングランド左を持ってきました。ただしその技術を尊重する音と、はい、その伝統っていうのはイギリスにはまだありますね。あ、古きを、ね、ちゃんと重んじるんですね。英国で行われています、挑戦者の英国人エイリアン・ドッドソン。あ、今いい右だったですね、ワンツー、小さなワンツー、チャンピオンのパンチ、まあ、見ていただければ分かるんですけど、挑戦者は常に外側からパンチ打ってますね。ところがチャンピオン今背中向けてる方はですね、インサイド、インサイド内側から打ってますね、はい、今のがちょうど外から、そして内から返したいいシーンでした。第3ラウンドを終えています。 WBO 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ12回戦、このラウンドはいかがだったでしょうか。このラウンドはチャンピオンのライトの方がですね、ゆっくり有効なクリート多かったと思いますね、はい、10対9です。10対9ですか。両者が一つの画面に捉えられています。右がエイドリアン・ドットソン、そして左側がチャンピオンのロナルド・ライトです。かなりパンチの入れ合い、それからブロックの試合という感じになっています。まあ、その感激ついてですね、このチャンピオンは右を当ててますね。右を出した時の左っていうのはですね、単に顎の横でなしにこめかみまでグローブ広げてこめかみまでカバーしてますね、はい、あ、ちょっと話でも出したんでしょうか。そうですね、ドットさんの方です。さあ第4ラウンドです。両者とも身長は一緒です。178センチあります。ジュニアミドルクラス、このクラスとしましては178センチ、身長ではどうですか、ほぼ平均的と言ってもいいですか。そうですね、ただまあジュニアミドルでも大きな選手もいますし、いますよね、ずんぐりしてパワーのある選手もいますけど、はい、まあ、まあ平均的な体格でしょうね、はい、ちょっと挑戦者のドットさんは腫れも目立ってきました。特に左の目のあたりでしょうか、ちょっと腫れてるように感じます。どんどんこういった頭を下げていきますから、多分にパンチをこの辺りもらっているんでしょう。ドットソン懸命に中に入り込もう、入り込もうとしています。チャンピオンのパンチのですね、まあ、7割8割はジャブですね、ドリボー右から左、ちょっと聞いたのか、分かりました。ガードが硬いですね、右いいリードブローを放ちます。ロナルド・ライト、こうガードの一瞬の隙を捉えて放ってきます。右がヒットし始めました。やはり明らかに腫れてる、これもらってるわけですね。そうなんです、左の目尻がちょっと腫れています、目の周りが腫れています。普通ですね、オーソドックススタイル右構えの選手でジャブが得意だと、そういう選手多いですけどね、サウスポーでこれだけジャブに徹する選手っていうのはちょっとそのやはり少ないですね。ですね、マービン・ハグラもジャブが良かった、そしてカマチョもジャブ得意だったんですけどね。あ、ちょっとバランスを崩します。挑戦者エイデリアン・ドットソン、チェッカーのこの柄をトランクにあしらっています。トランクというよりもスパッツに近いような感じがあります。そうですね、腰もありますね。それに左側の腰にヒラヒラつけています。早いコンビネーションを見せました。まあ、しかし両者ともこのパンチが途切れません。お互いの射程がちょっと違うんですね、はい、どう違いますか。だからチャンピオンの方はですね、やっぱりジャブを伸ばして当てられる距離っていうのが自分の距離、この距離ですね、はいはい、
そこはその距離を入ろうとしているわけですね。相手のジャブを殺してその接近した打ち合いですね。2ラウンド目みたいな距離で戦いたいわけです、はい、挑戦者としては。しかし入ってくるところいいパンチで迎えてますね。だからジャブがカウンターになりますね、はい、非常に威力があるように感じられます。実際あるんでしょう。ロナルド・ライト、このミードブローが非常にシャープです。第4ラウンド終了しました。まあ、このラウンドなんか顕著ですね。そのジャブが非常に有効だったですね。今日も張り方うまいですね。ライトのパンチの方が有効だったと思います。10対9チャンピオンライトです。はい、距離が合ってきました。そしてだいぶ当てられました。あの金具ですね、エンスウェルでそのハレをサイドへ逃がそうとしてますね。これだけ腫れてもやっぱりその効果はあるんでしょうね。まあ、やらないよりはマシなんですけれど、そのある程度腫れ出してくるとですね、その次のラウンドまた打たれたりするとですね、だんだんあれ一種の内出血なんですね。私がセコンドも知っててするんですけど、なかなかそう腫れがですね、その逃げるもんじゃないです。ここまでなるうちになんとかしなきゃいけないんでしょうけれども、だいぶもらってしまいましたからね。それと当て方がありましてね、あれをもっとですね、ああいう中途半端な当て方なし、もっと抑え込んでサイドへですね、内出血の、まあ、中に出血してるわけですね。それをサイドへ逃がすように押さえつけないといけない、ね、使い方があるんですね、はい。まあ、クリーニング屋さんのアイロンとか酒屋さんのコテと一緒ですね。使い方がいい例です。ちゃんとあるわけですね。やっぱ圧力をかけないといけないんですね。さあ第5ラウンドです。 WBO 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ12回戦。左の目尻、周りは腫れていますが依然としてプレスしていきます。ドットソン、しかし返り打ちパンチをもらってしまいます。左打った、あれが狙い手ですね。あの挑戦者としては左のクロスですね。相手はこれだけジャブ出してきますし、はい、だからジャブの返り際をですね、かぶせるようにあの強烈な左クロスを持っていくというのが一つの手ですね。ここまでは若干チャンピオンが上回っています。ポイントの上ではリードしています。それから実際当てたパンチもかなり多いようです。このうるさい右、そして左を持ってきますチャンピオン。まあ、ボクシングっていうのはあのポジションとタイミングのサイエンスなんですよね、はい、だからこれ左クロス当てようと思うとですね、ちょっと左側に出たいわけですよ、この挑戦者としては。はいはいはい。ところがですね、そのまま行くと相手にもう見破られますから、ジャブを出したりワンツー出したりしながらサイドへ行くんですね、左へ、それで左からかぶせるように持っていくと相手の目をごまかしてそれを打っていけるんですね。ボディを打ち始めました挑戦者。左を当てたいドットソン。まあ、ドットソンのボクシングも渋いボクシングですね、ライトのボクシングが渋いですね。チャンピオンが、はい、非常に堅実ですよね、ボディブロー、左を返しました。左のフックです。ドットソン、この左いいパンチを、おっとこれは当たっていません。これを当てたい挑戦者ドットソン。狙いはいいんですよね。サイドを打って脇腹を打って、そして相手のガードを下げて、チャンピオンのガードを下げて上狙うんですけど、このチャンピオンはですね、その腕の移動、ガードの移動っていうのが早いですね。今のブロックされています。左を持っていったんですが完全にブロックされました。またそしてこの右をもらってしまいます。あ、ちょっと足はついていかなくなりましたが、挑戦者エイドリアン・ジョットソン、やっぱコンビネーション多彩です。動きが止まったか、前進しかできません。ジョットソンパンチが出なくなりました。ジョットソン、これゴングです。まずポイントはですね、チャンピオンのライトですね、はい。まあ、俗に攻防分離って言って、攻撃してそして攻撃と防御はお互い分離してるわけです、はい、片方が打ってる間は片方を守って、そしてこの試合では逆がまた攻めてやってるんですけど、挑戦者が打ってる時はですね、堅実に防御してるんですよ、で相手が打ち終わるとですね、今度は自分が打つんですけど、そのパンチは的確に当てるんですよね。あ、それで
相手がまた攻めてくる、そこで一休みしながらそのブロックしていると、ね、まあラグビーやサッカーと同じでですね、攻める側と守る側、これもう交代してるんですけれど、そのチャンピオンの攻撃の方が有効なんですね。ライブラウンドを終えています。このラウンドもロナウド・ライト、はい、はい、チャンピオンですね。第6ラウンドに入りました。 WBO の世界ジュニアミドル級のタイトルマッチです。左のクロスは通過してしまいました。チャンピオン、あ、いや、エイドリアン・ドットソン、27歳です。これが19戦目でこの世界初挑戦。私は去年イギリスのマンチェスターで見たときはですね、はい、スティーブ・フォスターという、まあ、イギリスの中堅選手と防衛戦したんですけど、はい、まあ、その時は6ラウンド切ってよかったですけど、その時も渋いボクシング見せましたね。ああ、ちょっともう近づけませんね。入って前でもう叩かれてしまいます。叩かれてしまいます。ちょっと出血もだいぶ始まったようです。あのジャブがですね、見た目上に強いんですね。ああ、それでもこれだけの距離を詰めていきます。あとこの右を簡単にもうもらうようになってしまいました。もう挑戦者の方が体振るのがちょっと甘くなってますね、はい、ちょっと見えにくいためかですね。うん、ちょっと視界が塞がれているようですね。ガードも挑戦者ちょっと甘くなってますね、ちょっと動きが麻痺し始めましたか。ちょっと鈍くなってきています。挑戦者のエイドリアン・ドットソン、そこをつきまして的確なパンチを打ち込んでいきます。チャンピオンのライト、とにかくこのライトの右ですね、ライトがよく決まっています。そうですね、本当に入れない。これでもう塞がれてしまいます。ジャブジャブジャブ選択しているようなものですね。唇をカットしたようです。鼻血を出しているようです。エイドリアン・ドットソン、あ、これ左のかなりもう見えないんではないでしょうかね。腫れがもう極端に大きくなってしまいました。左を振ってきました。強いパンチなんですけど、もう手と手にブロックされてますね。潜ってきます。中盤ではありますが押されています。この辺で形勢をひっくり返すいいパンチを打ち込むことができますか。エイドリアン・ドットソン、まあ、試合に集中してましたけど、このチャンピオンのライトの方はですね、まずその、まあ、フロリダでその生まれましたよね、はい、でアマチュア歴進んでからですね、アメリカやってたんですけど、フランスでスカウトされて契約して、そしてまた今度はイギリスへ主戦場を変えたんですね。ずいぶんいろんな国渡り歩いてるんですね。まあ、コスモポリタンというか国際派ですね。本当にそうですね。またそしてイギリスにはですね、このジュニアメダルかかりでですね、結構好敵手がいるんですよね。あ、そうですか。第6ラウンドを終えています。このラウンドもチャンピオンのジャブが良かったですね。ライトのライトジャブが良かったです。はい、あ、もう氷出してきました。氷やってるよりは、あの冷やしたエンスウェルでその圧力かけてサイドへ逃がす方が見えますね。鼻をチェックしています。私は、あ、試合を止めました。レフェリーのルーモレット、試合終了を告げています。これギブアップしたんでしょうかね。そうですね、結局ドットソン試合を諦めました。チャンピオンの3度目の防衛になりました。 WBO 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチはチャンピオンの防衛です。まあ、小泉さん、これはこの晴れを見ましたらね、しょうがないかもしれませんね。まあ、一昔前はですね、その一方の目がですね塞がってももう一方の目が見えれば、はい、世界タイトルマッチでも試合続行させてましたよね。あ、ところがですね、最近はもうそれをドクターの指示あるいはレフェリーの判断にストップするケースが多くなってきます、はい、なぜかというとやはり遠近感が悪いためにですね、その目が腫れてる方が
非常にそのダメージを受けるということでですね、目を張らせないのもそのセコンドの腕ですし、でボクサー自身もですね、やはり目が腫れ出したらその頭を振ったりしてヘッドスリップしたりしてですね、そこを打たせないという必要がありますね。そしてブロッキングにも工夫がいりますね。特に英国では最近ボクシングに対して厳しいですからね。そうですね、リング化がちょっと発生しております。そういったこともあるのかもしれません。今勝ち名乗りを受けましたチャンピオンロナルド・ライト、3度目の防衛に成功です。それから小泉さん、これは後日談ですが、挑戦者はこの左目の腫れに加えて鼻骨、鼻の骨を折っていたそうですね。そうですね、やはりだから見た目以上にあの右のジャブの効果があったんですね。カウンター気味に当たってるジャブっていうのは本当に何て言いますかね、そのオーソドックススタイルの選手に右ストレートぐらいのそのインパクトがあったんじゃないでしょうかね。ですからまあこのストップはもう致し方ないといったところでしょう。でチャンピオンがですね、またうまいっていうかずるいのはですね、はい、徹底的にその腫れ上がりかけたその目を狙ってましたね。来ましたね。まあその辺のチャンピオンのテクニックもまた見応えがありました。しばらくこの防衛は続きそうな、そんな気配があります。ロナルド・ライト3度目の防衛に成功であります。以上ロンドンで行われました、WBO 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、この試合はチャンピオンのロナルド・ライトが6ラウンド終了の時点で TKO タイトル3度目の防衛を果たしています。